皆さんこんにちは、ダイタラです。さて今イエティの村黒に来てます。さあここのね魔界ではなんかすげえ困ったことになってんだよ、ここの人たちが。そのな、困った内容っていうのが、村長なんだっけ頼む。ね、大韓国党と最上階に向かい、パーシュマルを倒してほしいんじゃ。戦うよりわしらが生きる道はないっていう、そう、生き残るために戦わなきゃいけない。ねえ、すげえ殺伐とした世の中なんだけど、そう、今なんかね、ここの村の食料とかをめっちゃ奪われたりとかして、なんか大変らしいんですよ、イエティさんたちが。なんで、そう、あの村のね、子供たちもお父さんお母さんがやられたりとかして、めっちゃ苦労してるっぽいんだよね。なんです、助けてやろうよってことで、今から助けに行ってあげましょうか、ということで、ここ登んなきゃいけないんだよね、まず。よし。というわけで、今日もね、進めていきましょうか。さあ、大韓国島ってところをまず行きましょう。大韓国島。まあ、ここのなんか乗っていくとこだよね。もうすぐそこだ。よし。すっげえ門番いるけど、入り口塞いでるやつら。おい、お前ら邪魔だ、お前ら邪魔だ。俺、避けるのうまいな。うん。ゲートは開かないな。開かへんのかい！え？どうやって開ける？開けてもらえませんか？え？どうやって開けんのこれ、マジで。え？積みましたわ。ちょっとなんか生き方探すか、じゃあちょっと。ってことは。あら、俺、今日は、韓国島入って、気持ちよくなるところから始めようと思ったんですけど、おかしいですね。ちなみに今のメンツなんですけど、こんな感じですね。みんなだいぶ強くなった。前回家が好きがね、仲間になったんで、で、とてもハッピーな感じでございますが。かまいたちいる、あそこ。あれ、ここでもないのか。ちょっと待って、ちょっと、一旦周り探索してみるわ。戦わせて。おめえ、初めて見る顔だな。やっつけましょう。さあ、魔物の群れ。かまいたち。俺たち結構強えから、ちょっと強えとこ見せつけていこうぜ。はい、バギー、敵のバギー。やあ、いいね。はい、ベラミー。やってやれ、やってやれ。強いぞ、俺たちは。ザバーラ。ほら、強えぞ、俺たちは。もう半分やったぜ。さて、戦闘はもう全部自動でやってますんで、ちょっとめんどくさいので。ちょっとめんどくさいのでっていうのが。すいません、なんか。ベラミードッカーン俺たち。よし。経験値も、馬800よ！えぐいな、経験値の量。そんなくれるか過去最高レベルだよ、今のところ。そんなでも最高な経験値をもらったところで、ここを超える方法がわからないのでね、困っておりますが。どうやって入るんだろうな、ほんと。あっち側から入れるかな。ちょっと行ってみるか。あ、こっちから行けるか。ねえ。多分、遠回りして、どっか道を探してみたいな感じだと思うんだよね、さすがに。そうじゃないと、むずすぎる。わけがわからん。さて、あ、なんか家あるな、あっちの方。そこに。え、家ある？なんでだ？廃墟かな、あれ。入ってみるか、こっち側。めっちゃモンスターだらけやないか、ここ。すいません、お邪魔しまーす。誰かいませんか？え、いや、敵さんがすげえ入ってきた。困る。まったく、俺に歯向かうな。俺は強えんだぞ、ほら。よし。さあ、みんなでつけて。さあ、どんどん行こうか。なんでこんな家いっぱいあるんだろう。廃墟だよな、やっぱ。でも、廃墟があったとこでな、どうやって行くか考えなあかんねんな、俺たちは。ねえ。これなんか風とかでビョーンって吹いて飛べそうじゃないこれ。ねえ。飛びた。ってことは家の中にスイッチがある。宝箱があった。ははははスカラング。ん？なんかいかにもな、はしごありますね。はしごじゃ、階段がありますね。登りましょう。お、めっちゃある。絶対こっから入れるじゃん。俺を信じろ。なんだ、今、足元の敵に当たったけど。どうなっとんで、それ。まあ、そういう時もあるか。ねえ。足元の敵にも当たるよな、人間だもん。知らんけど。ほら。頑張れ、みんな。あと一発や。結構殴ってくるな、敵。
E が好き結構 MP がね少ないからね、ちょっとそこだけ問題ありだね、今後のこと考えると。はい、さて登っていきましょう。あー入れた、入ったよねこれ。入った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 、大監獄と中へ、中へイーン。いいですねこれで、よーし。これ宝箱あったの、なんかあると思ってないよ。地名、地名はね売れピッピですね。だってもうなんもないか。オッケー、じゃあ入り口まで行きましょうか。パッといやいやいや、風吹いてきた風吹いてきた風吹いてきた、いや夏になった、夏だ。あっち灼熱だぜ。ここはいけるんかこれ、ちょっと待ってな。さ、夏固有のモンスターとかもまた出てくるのかな、これで。結構ね急いでやらんとね、季節すぐ巡っちゃうんだよな。ほんとさまよう鎧じゃん。ちょ鎧は倒して、さてさまよう鎧欲しくね、マジで。倒すな倒すな、さまよう鎧。待てよおめえら、ミラクル攻撃だって回復してでやる。ほい集中狙いじゃねえか。そういう時もあるか。一回捕まえれるかやってみない、こいつね。あやべ、捕まえるかやってみないってお任せせんとのせいで勝手に倒しちゃった。おい倒すな勝手に、いつもありがとうございます。はい、では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 中入りましょうか。行くぞさて中は何が待ってるのか。ね、パーシバルが待っているのかな、支配者パーシバル。すっげー機械のメカメカしたとこだな。さあロボットくんがいますね、倒してみますか。こいつ名前なんだっけ、カラクリエグ、あーそうだね、卵カラクリ卵くんだ。ね、いきなり襲いかかってくるのだいぶ迷惑行為、寝返りとか迷惑行為待てやめて、ほんとやめて。おい寝返り強えな、だいぶあいつ起こせマジで。ちょっと強くねこいつ。ハンカーナックルナイス、起きた、おはよう、寝るなよもう二度と。よしよしよし、あと痛い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 、だいぶ強え。いったんだよなこれ、いった一回目だよな、戦闘満タンした後の。上路がやべえな、やっぱ転生じゃなくて配合一回もしてないから、ちょっと弱いわ。上路早く次配合候補だな、な次さっさと配合して生まれ変わらせようぜ。早く D ランクになりてえな、ほんと。さて、目ざとい俺は見つけてます、ちゃんと。チーベー、小さなメダルの交換所ってどこだっけ、人間界の闘技場だったっけ、小さなメダルの交換所、わかんねえ。さからクリエッグ、またしてもやっつけた男ないだら。やっぱ経験値の量バグってるって、ここも。すげえもらえるもん。イエスガキ。君も、攻撃力アップ。よし。君は何あげようかな、賢さあげる。なんかちょっとあげ、何あげるかすげえ困ってんだよな、あげるやつ、あげるやつ、やつべきもの。やつべきもの。次の転生じゃなくて、配合に向けてね。ねえ、置いときますか。これ、見習いなんとかだっけ、名前。ねえ。俺、これ、さまようよりやってない。あ、ダブルでいたわ。あ、ベビーマジシャンだ、赤ちゃんだったわ。赤ちゃん、こんにちは。痛い。焼け。待って、これさ、さまよう鎧を倒、さまよう鎧をいい感じに体力減らしてるからスカウトできんじゃねえって思ったからすぐザバラするんだからな。この子たちもちゃんと捕まえたいよね、ほんと。宝箱ある、ちゃんと一応見とくかなと思ってな、こういう隙間とかは。えらい。そう、今回はなんか見て、左上大監視塔1階って書いてるんだよね。ってことは複数回あるってこと、結構広いステージだと予想されるので、ね、頑張っていきましょう。大変だと今回、宝箱を取るのもほどほどにね、え行きましょうか。この上絶対なんかあるか、いやちょっと待って一旦こっちだね、こっちは宝箱、これ宝箱守りし者よ。さて、メアニーもレベルアップだ。20! 高くなったね、君も、メアニー。よかったよ。ちょっとメアニーしていってくれ。うい。400円。
安いな。もっと、もっとくれてもいいのにな。よし、じゃあ上の階行きましょうか。結構か、はしご長かったけどさっき降りたところも。めっちゃ登るな、めっちゃ登るな。テク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 。みんな、はしごで登ったことある？結構ね、疲れるんだよ。だから怖いよね、自分の体をこうやって支えて登っていくって。ね、長いな。長いな。相当長いな。3階まで来たわ。2階飛ばしてるわ。というわけで、3階です、皆さん。ここは。3階かー。どうしようかな。向こう側に今、はしごあったけど。これどうなってんの？ちょ、向こう側も気になるっちゃ気になるわな。やたら長かったもんね。でも3階最上階じゃねえのかってぐらい。なんもねえけど。ね。よいしょ。あ、あそこ宝箱か。なんだ、俺やらかしてるな。戻ろう。ちょ、お前ら邪魔やで。あの、宝箱これだね。なんか操作してるこいつ。条約層。倒したこいつ。さあ、なんか機械守ってたっぽいやつも撃破しました。この長道中だけでも結構稼げるね、経験値。前回ちょっと最後にめっちゃレベル上げしてたんだけど、いらんかったかも。うわ、なんもないこの機械、ただの飾りじゃねえかよ。おい、なんだそれ。いや、いいけどさ。いや、待て、これってじゃあ、わかった、ショートカットでき、いや、できるわけではなかった。ジャンプしてショートカットするんだとか思ったけど、そんな甘いゲームでもございませんね、皆さん。敵ちょっと多いな。結構ね、向こうがゴールだね。結構さ、なんか狭いから敵避けれないんだよね、シンボルエンカウントだから。無理やり頑張って避けてるけど、あれ、上のあそこゴールだと思うんだけど、なんか遠ざかってるな。しんどこれ。よし、どけお前ら、お前らどけ、俺の言うことを聞け。宝箱取ってる、ちゃんと偉い。広いなここ。ここがゴールか、多分。よし、登りましょう。よし、また長いこと登るかな。今2階だね。ねえ、3時間ぐらいかけて登ります。テク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 。あ、でも意外と近かった。よし、着いた。さて、家への帰り道があるやつがついてるね。ここ宝箱あるやろ、今回。ほらな、これあからさまなねえ隙間を用意するのは良くないよ、分かっちゃうから。はい、ではでは行きましょうか。ほぼ満タンして、もうやめて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 、弾酔わないでねえ。直立する鎧になってくれ。さあ、来ました、大作賞最終回。支配者パーシバルがここにいるはず。うわー、入りたくねえなー。入るか。お邪魔しまーす。なんだ、どんなやつだろう、パーシバル。うわ、イエティも来た。うわー、どれだ、侵入者か。うわ、こいつら兵隊か。うわ、渋い声来た。落ち着け。うわー、ピサロナイトやないか、見た目。我が名はパーシバル。かっこいい。お前たち、ここへ何をしに。お前たちを倒しに来た。うわー、父ちゃんと母ちゃんを返せー。あ、待て待て、ギャー、うわ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 。下道な支配を今すぐにやめるんじゃ。愚か者どもが。私に歯向かう者がどうなるか、その身に永久に刻みつけてやろう。やめて、永久に刻ま、永久に刻むってどうする、骨に刻むんかな。やめてくれ。うわー、待って、いっぱいいる。手下どんは私に任せて。マジ？いけんのか。私はパーシバルを討ち取ってくれ。任せろ。この命、我が王のために。バトルだ。俺のことじゃねえのか、我が王は。行くぜ。こいつピサロナイドっていうピサロの手先みたいな見た目してるんですよね。行こう、パーシバル。さて、まあいつも通り戦うんだったら、まず一旦目ガンガン行こう。途中で、あの、ダメージ食らいまくった子を交代しよう。やばい火力してる、こいつ。やばすぎる。やっぱ、上路がダメだ、耐久力ねえわ。上路変えよう。よし。上路くん、攻撃力125と言って結構高めなんですけど、一旦、
ニセチコ MV ないな。ねえ、オニョニョンに変えるか。オニョニョンベホエミ覚えたっけ。オニョニョンベホエミないわ。ベホエミないニョン。どうしよう。ニセチコちょっとだけ MV 全然ないけど、少し頑張ってもらっていいか。ニセチコ頑張って、ちょっと。行こう。はい、スカラス。ナイスっから痛い。痛い、やばいよ、ボディ。いいぞ。こんな感じで頑張ってもらおう、みんなに。みんな MV 使い放題や、今。いけ。アンカーナックル、いいよ。ニセチコ、バイキルトがあるよね、バイキルト。バイキルトを、非常食に。いけ、バイキルトや。呪文が暴走魔法トン、おい、ちょっと待って、魔法トンはまずいぞ。相当まずい。ガエーン、よしよ、ガエーン。息しか吐けなくなった。こいつめんどくさいなー。今、こうなると結構しんどいよな。入れ替えるか。ニセチコと、どうしよう。バーニング佐藤行こう。バーニング佐藤頑張ってくれ。で、回復は俺がやろう。しゃなし、しゃなしね。うん。いったれー、バーニー、カブト割り強すぎる。空裂残、痛すぎる。痛すぎる、空裂残。火力やべえな。ねえ。いや、みんな頑張ってくれ、条約層。みんな死なんといてくれ。ほら体力高いね、結構。どれ、カブトリ。空裂残、痛すぎる、空裂残。いや、魔法とえぐ。うー、火炎の息、いいよ。バニングさんと変えるか。ナイス、勝った。よかったー、押し切れだね。ナイスー。みんなよう頑張ってくれてありがとう。本当に、本当ありがとう。本当ありがとう、みんな。だいぶ強いな、俺たち。でも道具ちゃんと買っとかないとな、後で。みんな倒してる。この私が、不覚を取るとは。どまえ。さて、鋼鉄砦の魔界の初級にダイダラの名が知れ渡ったぞ。やったぜ。おいらたちが勝ったんだ。父ちゃんと母ちゃんはどこだ。ぶん殴ってやるぞ。これでわしらは本当安心して暮らせる。よかったよかった。お主のおかげだ。じゃあ俺が支配してやろう。次はお前ら食料よこせ。食料帰りに必ず村に立ち寄ってくれ。必ずなんだ。オッケー、行くよ後で。よし。うわー、帰ってった。殴るだけ殴って、ボコボコにして帰るの、私は。ダイダラというのか。そうか。そうか。ダイダラというのか。パーシャル。頼みがある。なんだ。どうか私の話を聞いてくれ。いい声したんだ、お前。かつて私は、故郷の村を焼かれた。おい、ドラクエ4の勇者かよ、こいつ。その時、死にかけていた私を助けてくれたのが、他でもない。我が王、ヘルバトラー様だ。ヘルバトラーいいやつだ。ヘルバトラー様は、はい、私の命の恩人だ。そらな、たとえこの命を差し出しても報いきれぬほどの。まあでも、まあお前は俺に負けたから俺の言うこと聞け。わかったか。どうか、私の願いを聞いてほしい。なんで聞かなあかんの。そなたに我が王、え、ヘルバトラー様を倒してほしい。なん、いや、今の話の流れからおかしない？ねえ、あの人は私の恩人だって言いつつも倒すの。鉄鋼砦の魔界の中級エリアで。中級エリア。また会おう。小中上か、このゲームの小中上エリアのやつはね。なんだったんあいつ、また会おう。また今度な。ちょっといつか、いつかね、いつかやりましょう。さて、ちょっとね、以上パーティーメンバー入れ替えといて、オッケー。いや、スカウトしながら帰ろうぜ。おら、お前仲間だね、卵。よっしゃ、80パーだったら成功するだろ、さすがにな。カラクリエッグ、まあまあ、お前レベル20あるんだ。すげえな。十分強いわ。ありがとう。またな。ありがとう、またな。また配合させてくれ、お前の肉体を。さあ、スカウトアタック、今度はベビーマジシャン、赤ちゃんを。よし、オッケー。赤ちゃんマジシャンゲット。いいね。Fランクぐらいあるだろ、お前絶対。赤ちゃんやけど。
G ランクやった。まあ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 。いいです、いいです。さあ、サバイブ鎧にスカウトアタック46。結構低いな。よし、オッケー、サバヨロゲットでーす。F ランクだね、サバヨロは。よし。いや、こいつはね、いや、レベル22、あっち。これはね、多分強い子になる。配合が楽しみだ。スカウトアタック、うわ、93% だって、ランドセイヤ。やっぱ、支配のやつさ、やるとめちゃくちゃ確率上がるよな。嬉しいな、セーラー服着てる人。F ランクだ、おめえ。いいな、レベルも高いし。なんか、ギズモがいた。おめえ、珍しいだろう、絶対。よし、オッケー、ギズモー。よし。変なやつ、オッケー。さあ、ギズモーくん。G ランクか。風の心を持っている。バギとかね。バギどうなんだろう、強いのかな。さあ、今度、闇縛りがいた。珍しい子だね、闇縛り。うわー、55% 失敗か。いない。やべ、死んじゃう。おい、殺されるってこれ。いや、頼む。うわ、確率。機嫌悪くなると下がるよな、やっぱ。よし、OK、4個成功した。あぶねえ。共に行くぞ。俺、スライムナイト仲間にしたいんだけど、スライムナイトなんか、天気悪いんか知らんけど、今いないんだよね。あ、見て。これ、夏だから、これ、風がある今。夏だから？あ、夏限定なんだね。ああいうやつは。はえー。もうなんだこのドラゴン見てんの。あ、スライムナイトもいた。よかったよかった。スライムナイト捕まえたいからね。なんか風船ドラゴンのやつ。はじけドーラ。変なのおるねー。ドラドラドラえもん。左、いっちゃん左のやつが今ダメージめっちゃ取ってる。こんな感じで適当にやってます。おい、倒すな。ああ、よかったよかった。いっちゃん左じゃね、右のやつやつ。スカウトアタックやってみましょう。はじけドーラ。まあ、パーセント 60% あれば大体いけるやろ。な、よし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 なって言って失敗したらちょっと落ち込んでたけど、よし。オッケー、じゃあ、あとスライムナイト捕まえたら帰りましょうか。頼むぞマジで。うおー、仲間めっちゃなってくれる。ウェイ、なんでやなんでや。ちょ、これ動画あげよう。さすがに、さすがに動画あげるわこれ。燻製肉食え。ほら、肉食え、うまいだろ。仲良くしようぜ俺と。65%。 OK、 肉食ったもんな。働けよちゃんと。共に行くぞ。よかった。さて、肉の効果で仲間です。騎士道ってスキル持ってる。よし、帰ろう。さあ、村帰ってきました。なんだろう、みんなね。お日様は天から見守ってくれる神様なんだなーって。うん、顔出さなくても見守ってるんだなって。ですよ、これ倒したけど顔出してこないもんな、確か。お日様、ここ。こんにちは。感謝する。うん、大ならばこの村の救世主じゃ。レイジャー受け取ってくれ。幸せの種だ。やったね。お、村の子供がお主の住む村に行くと言ってたぞ。オンオンというイエティじゃ。あった、よくよくしてくれ。あ、待って、なんか来るやつ来たやつってさ、全部村に行ってんのか。ロザリーの村に、もしかして。それは盲点でしたね。よく来た、イエティの村。プロ、大ダラは英雄。僕ドコモですけど。よし、さすがクソつまんねえこと言ったとこで。で、ちょっと今から配合しましょうか。はい、というわけでやってみましょう。さあ、これでみんな強くなったらいいんだけどな。なんか妖怪ってことで、検索配合。これさ、全部さ、全部をチェック入れとけば、で、ね、全部出てくんのかな。うわ、全部出てきた。うわ、すげえ、ヒートギズモ。え、メタルハンターいる。作ろうぜ、F ランやけど。やばくね、1回2回コードついてる。何で作れんの。あ、さまよう鎧との組み合わせなんだ。うわ、さまよう鎧激アツじゃん、やっぱ。やっててよかったー。ってことで、ランタン構造と組み合わせるか。せっかくだしな。よし。合体せよ。剣術。いいね、剣術。剣術、アンチブレス。ブレス無効。なことないか。火の心。いや、火の心覚えてない。メラ、火炎切りみたいな。ね、火炎切りある方がいいか。あと何いるだろう。守備力アップ、素早さ、守備力アップつけとくか、いっぱい。ねえ。はい、というわけで、メタルハンター、生まれよ。ちょっと熱いな。ドッカーン。イェーイ、かっこよーい。お前の名前はハグジェットだ。
絶対はぐれメタル出たらやっつけてくれ。わかったか。で、特攻つけてくれ、はぐれメタル。よし、とりあえず手持ち入れとこうか。で、上路絶対配合で使うから、今回。で、ちょっと一旦、灰外しておきましょう。上路絶対なんかで生まれ変われよ。はい、や、次。めっちゃ便利だな、ほんと。あ、だいぶ変わった。ヒートギズモ、ギズモやろ。あ、バーニング佐藤、お前バーニング佐藤じゃないか。これありだろ、ヒートギズモになんの。ねえ、F ランクと G ランクから E ランクが生まれるもんな。火の心、いい。火の心の方がいいだろ。これ、息吹もいいけど。でも今、スキルポイントもったいないから、持っとくか。風の心、火の心。心。MP アップ、攻撃力アップ。むずいねー。何がいいか。これ、わからんねー。一応、風の心も持っとこうかな。せっかくだし。ヒートギズモとギズモの心をゲットして。バーニング佐藤が、ギズモになったぞ。やったぜ。うわー、熱い。ヒートギズモ。お前の絵は、ギアセカンドじゃなくて、セカンドギアだ。な。頼むぞ。レッドホーク撃ってくれ。よし。ってことで、いいね、これで。だいぶやっぱ、なんだろう。配合で生まれてくる子いると、おもろいわ。これ一体指定でできるんだね。これめっちゃ便利じゃねえ、このゲーム。一体指定。だから、上路絶対今回使いたいから、上路と組み合わせれて出てくるやつが出てくるわけ、こうやって。うわ、なんか、いいのおらんわ、上路。お前から生まれてくる子。E ランクとかしかおれへん。モリモリスライムとかしかおらへんもんな。モリモリスライム、何モリモリスライムって、ニセチコと組み合わせるの嫌だな。でもせっかくだしやっとこうかな。1回2回行動なんだ、スカルライダーでもね。じゃあさすがに E ランクかな。で、え、メアニと組み合わせるの嫌だな、なんかこれ嫌だな、メアニは嫌だな。え、困った。え、スライムナイトにしようかな。これ見て、スライムナイトとスライムナイト、上路とスライムナイト組み合わせたらスライムナイトなんだよね。スライムナイト1回2回行動だし強くね。お前にしようぜスライムナイト。俺スライムナイト使いてんだわ、うん、攻撃力アップガンプリしつつね、騎士道を極めて行きましょうか。水系はいいや。よし、いや配合やった。これちょっと熱いぞ。スライムナイトが生まれる。自分から自分が生まれたよっていう。お前はピョエールだ、うん、ちょっと偽物のピエールみたいな感じ。いや、本物やぞ、お前は。さて、ボックススライム別に使うことないし、入れとこうかな、ここに。よーし、だいぶいい感じだったんじゃないの、これで。最高級非常食も配合してえな。なんか特殊配合みたいなの一応あるな、これ見て。トルトリーナってやつ。ね。いや、でもなんか微妙やない？ F ランやろ、F ラン。E ランの方がいいけど、でも E ランは E ランクと組み合わせた時にできる子か。なんだかんだ言って。うん、ちょっとなんかいいのおらんな。めっちゃ強いな、こいつ。いやいや、せっかくだし、こういうやつにするか。ね。メタッピーと組み合わせましょう。最高級。配合。そして、力持ち、今、アンカーダックしてたんだけど、アサシン。アサシンアタック。かっこいい。風の国。まあまあ、ここら辺でいいか。ね、一応、アサシン。風の心とかや、いる？まあ、ヒガード？ねえ、いいえ、なんでもいいや。よし。とりあえず作っていきましょう。配合せよ。さあ、最高級のお肉が生まれる。ドッカーン！うえ、トルトリーナめっちゃ綺麗やな、お前。お前はゴージャスピオだ。かっこいいもんな。やっぱ名前が。名前はかっこいいか。うん、かっこいいな。ピオだ、ピオ。いや、これだいぶいい感じだったじゃないの、みんな。ねえ、配合。で、今回メンツがだいぶ変わったわ。レベル1ばっかや、どうしよう勝ちどうしよう、レベル1ばっかや。メアリーと家が好きが先生としてちょっとみんな導いてもらいましょうかね、しばらくは。おいしい。じゃあ皆さん今回ここまでにしましょうか。さあ、なんとかロザリーヒルに帰ってきて何個目かの魔界をクリアすることができました。あ、ごめん、ちょっと待って、終わる前に待ち見よう。ねえ、まあ、あとまだ行ってない魔界がもう一個あんのかな。そこの魔界を攻略すると多分初級が終わるって、中級そろそろ生きるになるかなと俺が勝手に予想してるんだけど、早く D ランク以上のモンスターが仲間になってくれることを祈るばかりです。いねえな。
こんにちは、イダはイエティ。兄ちゃん聞いて、僕は G クラス優勝したんだよ。え、おめえもモンスターマスターになるんだ。いいね、いたいたいたよ。元気しとったか。あ、ダイダラじゃん。で、黒ワブラのイエティだよ。ブラを助けてくれてありがとう。あなたに憧れてきちゃったよ。だって、いいよ。もっと憧れろ。で、あのなんかモンスターみたいなやつらどこ行ったんだろうな。いたいたいた。お前らここにいたんか。おはようございます。ダイダラ様、異常はありませんね。ダイダラ様の手先としていつでもお呼びください。配合しろお前ら。僕は子供が好きなんだよ。食べちゃダメだぞ。ひどいこと言う。はい。ということで皆さん、今回はここにしましょうか。さあ次回ね、最後かな、わかんない。もう一個の魔界行きたいと思います。ね、この配合した子たちね、ガンガンレベル上げして使っていきましょう。よし。それではまた次の動画でお会いしましょう。